はい、テイルズ・オブ・シアビス実況プレイパート51やっていきたいと思いますと、戦争を阻止するためにですね、一旦二手に分かれて、それぞれ、行動をしていたんですけれどもね、まあアルマインダインが、このケセドニアに移動をしてたりとか、あとはセントビナじゃねえか、なんだっけまあ、ジェイドルートの方で、なんだっけ、エンゲームか、の人を、避難させるためにですね、動いていて、まあ、このケセドニアでね、合流したわけですけれども、まあ、これからアルマンダインと会ってね、戦争をやめろと。今すぐこのにね、戦争を止めてこの場から、撤収しなければ多くの人間がね、崩落に巻き込まれて死んでしまうという危険な状態でありますと。はい。でね、前回今ね、この戦争中ということもあって、非常に物価が高騰していると。それを活用した、稼ぎでですね、特定の武器だけ全然倍価上がってなくて、ただその売り値だけ上がってるっていうのを利用して金60万貯めました何でもかんでも結構高く売れてしまうのでね。はい。で、まあデモンズシールとかダークシールも一回手放しちゃったんですけど、あれね、レベル上げとかに有用で、いいものではあるんですけど、まあ今回実況でね、遊んでいくのは一周だけということで、まあ、特にね、必要になることはないかなと思って手放してしまいました。あと、いらない装備を売ったりとか、そういったところで、ね、とりあえず60万貯めました。まあ、今後この60万でね、サブイベントを進めたりとかができるようになると思うので、うまく使っていきたいと思います。やっていきましょう。まったく、しょうがねえな、漆黒の翼の連中は。犯罪行為ではありますが、今は放っておきましょう。戦争を食い物にする不貞の輩、許せませんわ。まったくですわ。ったく、義賊が聞いて呆れるっつうの。それ俺のモノマネか。バカはバカだからバカなわけですから、しょうがありませんね。アニス、モノマネがどんどん本音になってきてますよ。はうわ。まあ彼らのように生きるための手段を選ばないのも戦争の傷でしょうね。やるせないですね。早く戦争を止めないといけませんね。うん。よし。そう、そしたら、アルバンダイにね、会いに行きましょうか。そうそう、ナタリアがね、本当の王女じゃないっていうのも話題に上がっちゃってね。そのあたりも今後多分詳しく分かっていくと思いますけど、お二方とも亡くなったとの噂が飛び交っておりましたから、こうして再会できて幸せでございますよ実はあなたに頼みたいことがあるのですが。笑い方はすごい悪党っぽいけど、基本的にいい人なんだよなこの人。エンゲームの住民を受け入れることでしたら、先ほどイオン様から依頼されました。ご安心を。よかった、助かります。ありがとう。どういたしまして。笑い方キモいけどいい人なんだよな。まあ多分ね、これも何かしら金に絡むとか思われてるのかもしれないけど、ちゃんとね、住民受け入れてくれたりとか、
まあね、戦争中でも一応いろいろね、拠点になってるわけでしょ。まあ、基本的には、砂漠でね、生活は苦しいのかもしれないけど、基本的にここ、ケセドニアはいい国なのかもしれない。こういえば。最近ここいじってなかったな。まあ、別に何でもいいんだけどね。ステータス変化とかあるんだっけか、今回こういう称号って。作品によって称号意味あったりなかったり、ただの見た目変更するためのコンテンツだったりみたいなとなるけどね。お、大変だ、ザオ砂漠か。何？わかった。ここは封鎖しておく。なんだ？このままじゃ進めないわ。とりあえずアスターさんの家に行ってみましょう。そうだな。あ、結局？行ったり来たり。ところで、ザオ砂漠で何かあったのか。これはお耳が早いことで、ちょっと困ったことになっております。おほ、地震のせいか、ザオ砂漠とイスパニア半島に亀裂が入って、この辺りが地盤沈下しているのです。それって、もしかしなくてもこの辺りも危ないか。ケセドニアが崩落してるんだわ。戦局報告です。11時32分、木村塚軍がエンゲームに到達しました。やれやれ、移動しても残ってもエンゲームの住民は危険にさらされる運命だった。そういうことですか。ノエル、間に合ったかしら。ご苦労、引き続き状況を監視せよ。今しがたケセドニアが崩落するとおっしゃいましたが、アクゼレスやセントビナと同じことが起きてるってことだよ。なんということだ。ここは両国の国民が住んでいる町。この戦時下では逃げる場所がない。この辺りにもパッセージリングがあって、万葉章がそれを停止させたってことか。それならザオ遺跡ですわね。イオンがさらわれた。くそ、どうする。今からでもセフィロとツリーを復活させれば。いえ、それは無理だとテオドーロさんも言っていました。ですが大佐、何か考えがあるんですか。いえ、ツリーは再生できなくてもセフィロトが吹き上げる力はまだ生きているはずです。それを利用して昇降機のように降ろすことはできないかと。パッセージリングを操作できるでしょうか。こればかりは分かりません。行くだけ行ってみよう。このままだと崩落を待つだけだろ。お話が見えないのですが。ケセドニアの消滅を防ぐ方法があるかもしれないんだ。どういうことです。実はクリフォトですか。にわかには信じがたい話です。しかしどの道、私たちにはあなた方を信じるより他に方法はない。住民への通達はお任せください。ケセドニアをお願いします。よし、ザオ遺跡へ行ってみよう。ナタリア？え、はい、行きますのね。その、元気出せよ。まだモースの言ったこと、
本当かどうかもわからないんだし。ええ、わかっていますわ。大丈夫です。兄さん、一体何を考えているの？戦場だけじゃなく、ケセドニアまで崩落させるなんて。こんなこと、どんな意味があるというの？ティア、バン幼少の狙いが何かはわからないけど、ともかく、ジェイドの提案通りにやってみようぜ。もう逃げ場なしなんだから、やるしかないよ。そうだな。この辺りが落ちたら、俺たちもやばい。ノエルはまだ帰ってきてねえし。ザオ遺跡のパッセージリングも、シュレイの丘の時と同じようにうまく操作できればいいのだけど。今回もぶっつけってか。ともかくやるしかねえ。うん。いやでもね、アスターって人ほんとさ、欠点があるとすればほんと笑い方だけっていうようないい人だよな。なんかそういう人に収められてるこの国が幸せな気がする。まあなんとかここは確かに守りたいな。60万も稼いだけど、結局ね、物価高騰だったり品薄で、今現時点での装備と整えたりとかはできないんでね。アスター殿から話は聞いています。お気をつけて。お、久々の。おい、聞こえるか、レプリカ。いて。砂漠のオアシスの声、話が。オアシス。そうだ、分かったらさっさと来い。また例の頭痛か。確かアッシュの声が聞こえるんだったな。俺あいつのレプリカだから。アッシュ、アッシュは何て言っていましたの？ああ、砂漠のオアシスへ来いって話があるってよ。兄さんが裏で糸を引いているんじゃないかしら。それはどうでしょう。一概にバンの味方とは考えにくい。オアシスへ寄ろう。アッシュの話を聞いてからでもセフィロトの制御は間に合うはずだ。うん、まあ間違いなくアッシュはバンと違う動きというか、バンの企みを阻止するために単独で動いてるって感じだよね。アッシュ、今回の呼び出し、何か裏があるのかもしれないわ。気をつけていきましょう。アッシュは私たちの敵ではありませんわ。味方でもないんじゃないかな。アッシュってば、前の時も何してるか話してくれなかったし。そうだと。ええ、詳しいことは何も。調べたいことがあるとは言っていたのですけど。そう。とにかく今のアッシュと兄の関係が明確でない以上、やはり警戒だけはしておいた方がいいと思う。わかりましたわ。よし、じゃあ一旦オアシスですね。お、やるか。手段を選んじゃいられないんだ。
うん。撮ってる。ああ物価上がりすぎだろう。無理無理、まあ、マジで物買えんて、高すぎて。あ、いた。やっと来たか。話ってなんだよ。何か変わったことは起きてないか。意識は混じり合ってかき乱されるというか。何の心配？意味わかんねえ。お前が俺との回線をつないでこなければ変なことは起きねえし。そうか。アッシュ、何かありましたの？どこか具合が悪いとか。別に。おい、それだけかよ。園芸部が崩落を始めた。戦場の崩落も近いだろう。もう始まったか。このままでは戦場にいる全員が死んでしまいますわ。バカ野郎、ここにいたらお前も崩落に巻き込まれて死ぬぞ。そんなこと分かっています。ですから私たちはセフィロトの吹き上げを利用してケセドニアを安全に降下させるつもりですの。そんなことができるのか。さ、食えない野郎だ。もし今の話が本当なら同じ方法で戦場も降下させられるんじゃないか。でもシュレイの丘に行くのが間に合うかどうか。間に合う。そもそもセフィロとは星の内部でつながっているからな。当然パッセージリング同士もつながっている。リングは普段休眠しているが、起動さえさせれば遠くのリングから別のリングを操作できる。ザオ遺跡のパッセージリングを起動させれば、すでに起動しているシュレイの丘のリングを動かせる。バンはそう言っていた。アッシュ、どこへ行くのですか？俺はバンの動向を探る。奴が次にどこを落とすつもりなのか知っておく必要があるだろう。確かにな、こういうのは単独で動いてるアッシュの方が動きやすいか。まあ、お前たちがこの大陸をうまく下ろせなければ俺もここでくたばるんだがな。うん、約束しますわ。ちゃんと下ろすって誓いますわ。指切りでもするのか。バカバカしいな。アッシュ、世界に絶対なんてないんだ。だから俺はあの時、俺は行くぞ。お前らもグズグズするな。うん。じゃあ目的地は蔵王遺跡ですね。して言っちまったけど。そうですわね。久しぶりに会ったというのに。よくわからないやつだよ、相変わらずな。要件はよくわからなかったですが、重要な情報を届けてくれましたよ。戦場の崩落、パッセージリングの性質などをね。やはり私たちを助けようと。まだ結論を出すのは早計というものです。そうだな。でもバン先生とのつながりはもうなさそうだったな。余計にややこしくなっただけかもしれないけど。ま、彼のことは後で考えましょう。今はともかく蔵王遺跡に急ぎますよ。はいよ。よし。
私は蔵王遺跡はね、一度攻略したポイントなので、そんなに、探索にね、苦労はしないと思うけど。OK。なんかミュウの偽物みたいなやつ完全あれだよね、ミュウの偽物だよね。チーグルモドキ、レベルアップ。新技の気配なし。近くまで寄ったから。はい。こんなところに2回も用事ができるなんて思わなかった。少し前のことなのに。前来た時と随分変わったわね。私たちを取り巻く状況。そうですね。あの頃はグランツ要衝も敵ではなかった。いや、その本性を見抜けていなかった。そうそう、今思えばまさか総長がって感じだよ。アニスもまだみんなに本性をあまり見せていませんでしたねそんなことないもん。今も昔も可愛いアニスちゃんのままですよ。おや、そうでしたか。可愛いアニスちゃん。なんかすっげえムカつく。二人は相変わらずなのかしらそれで言うとティアは終始相変わらずだよね。クールな感じが。だってが皆無ですわね。いいじゃないか。それよりアッシュの言葉をそのまま信じて大丈夫なのか。アッシュのことを信じられませんの？いや、ただ罠じゃないかと思うことはある。確かに可能性は否定できないわ。パッセージリングの性質を考えても情報は正しいものだと思いますよ。ただし彼なりの目的と意図があり、私たちを利用しているのは確かですね。今は外郭大地を無事に下ろすことだけを考えようぜ。それにアッシュだって外郭大地を消滅させようなんて考えてないはずだ。そうね、うん、こうしている間にも事態は進んでいるんだものね。どうしたの？ちゃっちゃと終わらせよう。アニスみたいにしているのが今は一番なのかもな。うん。まあね、今考えてたところでこのままだとケセドニアが落ちちゃうよっていうのは変わんないしね。情報が嘘でも、その嘘だからつってやらないでいても結局ね、結果は変わらないわけだし、やらないよりはいいでしょう。道順覚えてるかな。
じゃなかったね。おっと。追いつかれるかと思った。もうちょっとで追いつかれてた。今の強さ考えても、今ここで戦ってもね、経験値もお金も多分そんなに美味しくないだろうし、基本スルーでいいよね。ちょっけ、どこ行くの？よし、じゃあとりあえず一旦ここで区切ろうか。この後ね、イベント長いかもしれない。まあとりあえずはそのね、アッシュの言っていたそのね、パッセージリングが、パッセージリング同士でつながっていて、他のエリアのね、リングを操作することもできるよっていう言葉を信じて、この先にね進んでいきたいと思います。まあ、どちらにしてもね、このケセドニアも崩落に巻き込まれる可能性があるのであれば、どっちにしたってこのザオ遺跡は動かさないと、いけないわけだから、どっちにしてもやることは変わらないね。はい。じゃあ、そんな感じで、テイルズ・オブ・ジアビス実況プレイのパート51、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。